ちまあ今日はその神田亮さんの気持ちが一つというような、そうですね、もうせらさずに早めに行ってくれて、もういいペースかけててくれたんで、もうちょっと自分に技量があれば、別にあそこで佐藤さん止めてっていうのもあったと思うんですけど、ちょっとまだ勉強不足です、はい、ただまあなかなかあれだけかけてくれるというのもなかなか、そうですね、もうそれはやっぱ信頼できるんで、はい、もうあとは自分の技術だと思います、それだけ、それがもうちょっとあれば、ラインで決めることもできると思うんで、ちょっとまだまだそこが、はい、硬いですね。来てからの対応だったり、まあ、ジャンからホームにかけて、まあ、その佐藤さんの、そうですね、ジャン、ちょっと気づくの遅かったんで、それこそやっぱり、でもちょっと悪かったんですけど、はい、そこしっかり合わせれたんで、よかったと思います。まあ、そこから一周はしっかり、そうですね、もう、とりあえず監督さんもついてくれてるんで、そこで失速しちゃいけないんで、とりあえずスピードが落ちないように、はい、ちょっと、久々のちょっと自力な感じが出たんで、ちょっとよかったです。ちょっとそのリズムが崩れている中、こういうラインの仲間の、そうですね、おかげというか、それも含めてで出し切れたんで、はい、明日につながるかなと思います。ちょっと普段とは違う勝ち上がりでリズムが変わりそうで、そうですね、はい、もう近いでも自分の持ち味が出せるように頑張りたいと思います。ラインチョさん、つなげて、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。